はい、皆さんこんにちは、チョウです。今日はですね、10月の8日、土曜日ですかね、早い土曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、今日はですね、雇用統計がアメリカの方で発表がありました。でその影響もあってですね、大きくマーケット、ちょっと暴落に近いような感じになってしまいましたけれども、一応その雇用統計につきましては予想よりも少しだけ、いい数字だったんですよね。ということもあってマーケットとしては、やっぱりその引き続き継続的に強めの景気引き締めをフェッドがしていくというところも、予想としてというか考えとして頭の中に入ってきたのかなというふうに思っております。でそれに加えてですね、失業率が 3.7% が前月だったのが 3.5% に改善をしたというところもありまして、少しちょっとパニック的な売りになったのかなと思うんですけれども、予想とそこまで、その失業率は別としても変わんなかったんですよね。にもかかわらず、大きく株式マーケットが売られたっていうのは、前日からの利上げというか、金利の上昇というところも一つあったんじゃないかなというところに加えて、ここ数日でですね、やっぱりその2023年の利上げの織り込み具合というところがですね、また一段と進んでたりもするので、そのあたりの警戒感というのもマーケットは持っているというか持ち始めているというところが、ある程度市場に反映されたというのが、今日のマーケットだったのかなというふうに思っています。やっぱり金曜日ということもありますし、あとは来週ですね、 CPI の発表もあるということで、そのあたりへの警戒感からか、ちょっと早めのポジションの調整というのが入っていても、おかしくはないのかなと思うんですが、ちょっと過剰な反応だったというのも一つあるのかなというところに加えて、あとはですね、それ以外に半導体関係の非常に重要なニュースとかっていうのも入ってきておりまして、そのあたりも正直影響したんじゃないかなと思うので、一つだけに絞らずいくつかの影響っていうものを、今日はちょっと見ていきながら、マーケット分析をしていきたいかなというふうに思っておりますと。で、今日はですね、そういったところに加えて、あとはですね、結構その、来週以降かな、また決算とかも始まっていくので、そういったところへの、マーケットの注目っていうのも集まるので、これだけ見ていけばいいですよというよりも、結構いろんな幅広く見ていくことが、来週についてマーケットでは要求されるのかななんていうことは考えておりました。そのあたりを詳しくニュース見ながら皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。はい、ということでここからですね、指数の方を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。 FXGT はですね、概要欄の方にも口座登録のリンクがあるんですけれども、一つの口座開設するだけで株、為替、仮想通貨、そしてコモディティが取引できるプラットフォームとなっております。で今ですね、キャンペーンまた新しいのに変わりまして、初回入金ボーナスっていうのはなくなったんですけれども、初回入金ボーナスって前まで7万円だったんですが、これが15万円を上限とした入金額に対しての 70% ボーナスというのが付き始めましたと。でこれはそれ 割合下がってんじゃんというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱり最初はですね、ちょっと少額で入金したいとかっていうのもありますよね。なので、そういった形で新しくキャンペーンの内容を変えていると。でプラス30万円よりも、上の金額で入金をですね、その後入金ボーナスの後取ってもらった方に関しましては 30% のまたボーナスが120万円分もらえるまで継続していくというようなキャンペーンもまた新たに出てきましたので、ぜひですね、こういったものを使っていただいて、特に来週に関しては CPI もありますし、決算もありますし、あと11月の頭には FOMC もあるので、こういったマーケット環境をですね、乗り切っていくため、ヘッジするため、あとは短期の取引で使いたいよという方は、こういったものもぜひ活用していきながらマーケットに向かっていっていただけると、効率的な資産運用もできるんじゃないかなというふうに考えております。はい、ということで、まずはですね、指数の方を見ていきたいと思うんですけれども、指数がですね、ダウがマイナスの 2.1%、S&P がマイナスの 2.8%、ナスダックがなんとマイナスの 3.8%、ラッセル2000がマイナスの 2.9% となっておりました。米国の10年債なんですけれども、そんなには大きく動いてなかったんですけれども、はい、ということで、6ベースぐらいですね、上昇していて、3.88 というところまで上がってきております。これ以外にも他に全般的に金利の上昇というところが少し気になるなというのがあるので、世界的な金利の上昇がやっぱり株式マーケットに大きな影響というのを与えているというのが今見て取れるかなと思います。で、今日はドルの金利が上がっていたということもありまして、全体的にドル買いに向かっていて、ユーロも0.973 というところまで落ちてきたりですとか、あとはドル円についても145円台ですね、回復をしております。結構介入の期待とかっていうのが出てくると思うんですが、
この上昇スピードがですね、前回と比べるとかなりまあ遅いっていうか、まあ緩やかにもなっているので、まあ、そんな簡単には介入入んないんじゃないかなというふうには思ってはいますが、まあ、やはりこのあたり145円近辺というのは、まあ、前回介入も入ったということもあって、まあ、介入警戒感からすごく買いづらい感じになっていると思うので、まあ、あの日銀の介入かなり効いてるなっていうのは正直、まあ、このあたり見てみるとありますよね。はい、でもう一つ見ておきたいのが、まあ、今日なんといっても原油の大幅上昇ですね、まあ、4.6% 上昇で 92.55% というところまで上昇をしております。このあたりはちょっと株式マーケットも含めてちょうど見ていきたいと思うんですが、まずはですねこちらナスダックのチャートになっているんですけれども、まあ、ここ最近の大きな上昇をまだ全戻しではないんですけれども、まあ、かなり大きく、まあ、打ち戻している感じになってますよね。もう今1万1000ドル、まあ、1000ポイントのところまで来ているので、まあ、そこをまた割っていくかどうかというところが一つ大きな注目にまずはなっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、で先ほどもちょっと皆さんと一緒に見た10年債の金利なんですが、チャートを見ていくともう少しあの上値というか伸びしろ、まあ全然ありそうだなというのもありますし、まあ、4% を超えてきたところで、まあ、一旦ちょっとキャップには前回なっているので、このあたりが一旦の目安にはなっていくと思うんですが、まあ、次の CPI の発表ですとか、まあ、そういったところを見てみると、まあ、そこを抜けてきて、まあ、予想を抜けてくると、まあ、一旦ボーンともう一回跳ねるっていうのもあるのかなと思いますし、まあ、あとはいろんなフェッド関係者の話を聞いていると、やっぱり長期的にこの長期金利を下げていくっていうのはまだそんなに、まあ、長期的にっていうかその来年とか長期金利を下げていくマーケットみたいな感じにはならなそうですよね。まあ、長期金利というか、まあ、金利を下げていくマーケットにはならなそうなので、まあ、そんな簡単に10年債の金利が下がっていく相場にはまあ、なかなかならないのかなということで、まあ、ある程度結構高止まりをしてくるんじゃないかなというふうには考えております。まあ、あとは2年債の金利なんですけれども、こちらも同様に非常に高止まりをまだまだしそうだけではなくて、まあ、もうちょっと突き抜けて 4.5% をまあすぐにでも目指すような感じに、まあ、なるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたり非常に短期金利の上昇っていうのはマーケットにも、まあ、あの非常に重しにはなってくると思いますので、注目をしていきたい一つのポイントにはなっているかなと思います。でさっきもちょっと皆さんと一緒に見た、原油の上昇ですね、まあ、これトレンドラインを大きくぶち抜いてまたドーンと上がってきてますけれども、まあ、引き続き、ロシア・ウクライナ情勢については、まあ、非常に混沌とした状況にも、ありますし、まだまだ、打開策っていうのが全く見えないような状況にも政治的にもなっておりますので、このあたりがもう一旦、まあ、100ドル目指しても全くおかしくないなという感じではあると思いますので、引き続き、まあ、高止まりもしくはまあさらなる上昇というところが予想をされるんじゃないかなというふうに思っておりますと。で、ここからですね皆さんと一緒に今日の非常に重要なニュースポイントを見て絞って見ていきたいと思うんですが、まずはですね雇用統計につきましては 26.3 万人の上昇ということで、予想が25万人だったと思うんですけれども、そこをまあ若干上回るような数字ですよね。でこちらにもあります通り 3.7% の失業率が 3.5% に下がったということで、これも少しパニックを、まあ、パニックというかまあちょっと警戒をあの促すような一つの数値にはなってしまったのかなと思います。まあ、ただしさっきも言った通り、まあ、これだけっていうよりも他の要因もかなりまああるんじゃないかなと思うので、あまりこればっかりにちょっとフォーカスするのはまああまり良くないかなと思うので、まあ、これはちょっとさっといきたいかなと思います。で一応ですね念のためこの11月のタイミングの FOMC での金利利上げ織り込みっていうのを見ていきたいんですが、75ベースポイントの利上げっていうのをだいたい今 80% を超えてもう織り込んでるんですよね。でプラス12月のタイミングでこれまでは50ベースポイントの利上げっていうのがメインのシナリオであったんですけれども、さらなる75ベースポイントの利上げがここの可能性になっていて、今 23.6% まで上がっていますと。でこれかなり急激なやっぱり上昇なので、一つやっぱりここも見ておきたいに加えて、やっぱここももう一つ非常に重要で、2023年の2月のタイミングの金利で、さらにですね25ベースポイントの利上げっていうのがまた当然のごとく織り込まれているんですよ。なので、この年末そして2023年の2月、まあ、第一発目の FOMC で、まあ、追加的にさらなる利上げがもっともっと今急激にまたこの1日2日で織り込まれてきているっていうのは、マーケットが少しやっぱり一つ大きく警戒をしている一つの理由になるんじゃないかなと思いますと。でこれだけではなくて、やっぱりマーケットに今日非常に大きなインパクトがあったんじゃないかなと思うのが、アメリカです。アメリカがですね中国の軍事産業用に向けて輸出をされる
半導体のですね、輸出を禁止しましたと。でこれは今月の頭ぐらいに、そういう草案みたいなものが出てきていたので、ある程度分かってたものではあるんですけれども、今回改めてこういうふうにニュースが出たということもあって、今日の軒並み半導体銘柄っていうのが大きく下落をしていたという形になっております。でプラスこれもう一つ非常に重要なのが、海外からアメリカがその半導体関連のですね、ものを輸入してくるタイミングで、アメリカのテクノロジーが使われたものは輸入できないんですよ。つまりアメリカのこういうテクノロジー系というか、何ですか、半導体関係の会社についても、日本アメリカに最終的に戻ってくるものにおいて、相手に輸出ができないわけじゃないですか。そうなるとアメリカのこの半導体関連の企業っていうのは輸出も制限されるし、中国の企業も何かしらの手法を使ってそのものを手に入れたとしてもアメリカに輸出できないというふうになるんですよね。なので非常にやっぱ中国にとってはものすごく痛い、規制になっているというところだけじゃなくて、アメリカの半導体産業に対してもものすごくやっぱ痛い、なんですか、規制というか、制裁みたいなものになってるんですよね。で今ですね、やっぱドローンを使ったりとか、もう何をするにしても非常に高品質な半導体というものが必要になってくることもあって、その戦争だけじゃなくて AI とかそういったところも含めてこういったチップというのが必要になってくるんですよね。でじゃあこれが何に使われるのか、兵器だけなのかっていうと、そうではなくて、やっぱりさっき言ったような AI とか、そういうような非常に高品質なチップを使う可能性があるものっていうのは、その軍事産業に回って使われるものっていうのは、やっぱいろんな用途というか目的としてもともと輸入されるものだと思うんですね。最終的に何が使われるかっていうのは別として、なのでかなり幅広く中国への輸出っていうのは制限されると思うので、アメリカの株式マーケットについてもかなり大打撃だと思います。でそれだけではなくて、今メモリチップの値段ですね、 DRAM とか、そういう DRAM っていうのかな、あれって DRAM ですね、ああいったものも今どんどん下がっていると。でこの3ヶ月の間で、大体こちらにも記載があるんですけれども、どこだったかな、30% ぐらい、15% から 28% ぐらい、下落をしているということもあって、非常に今これ何を織り込んでるかっていうと、需要の低下っていうものを非常に織り込んでいるらしくて、やっぱり世界的なその不況みたいなものが、ある程度こういったメモリーに、もうすでに価格として反映されていて、でこういうメモリーチップへの価格の反映っていうのは他のところよりも、その例えばパソコンを使うような作るような部品の中でも、早めのタイミングで価格の下落みたいなものが織り込まれるそうなんです。僕はそこまで詳しくはないんですけども、一応記事の中ではそういったふうに書かれているので、さらなるこういった PC 産業というか、そういったものの中でも、他のところに波及をしていく際にもこれになってるんじゃないかなと思うので、一つ面白いニュースになっていたかなというふうに思っております。はい、でもう一つなんですけれども、見ていきたいのが、来週から始まるのがですね、決算ウィークとなっております。で JP モルガン、ウェルスファーゴとかはですね、金曜日だったかなと思います。一応こちらにも記載があるんですけれども、フライデーですね、 JP モルガンの、決算が始まるんですけども、それ以外にもウェルスファーゴだったりとか、もろもろの非常に大きな銀行が、金曜日から始まると。でそれ以外についても、一応木曜日にこのウォルグリーンとか、これ確かあれだったかな、何でしたっけ、すいません忘れちゃった、薬局ですね、薬局だったりとか、ペプシについても、早い段階で、水曜日ですねに決算があるということで、結構こういったあたりの、決算が、最初に、出てくるので、このあたりがどういう決算を叩き出すかみたいなものが、結構マーケットにはインパクトがあるとは、言われてはいますけれども、最終的にはその、いろんな Google ですとか、マイクロソフト、メタでも何でもいいんですけれども、やっぱそういった個別のビッグテックがどういうふうな決算を出すかっていうのが、最終的にはインパクトがあると思うんですけれども、最初の方の決算がバタバタって倒れ始めたりすると、大丈夫かなみたいな感じの空気が漂うので、これらの企業にはしっかりといい決算を出してほしいなというふうには思っております。なので、来週については、CPA だったりとかこういった決算も含まれていますので、結構マーケットがですね、動きやすい、週というか月に
なってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、今日はですね、ちょっと短めの動画にはなるんですけれども、そんなにその重要なものはないというよりも結構、今日のマーケットを動かした可能性のあるニュースというのは、この辺りかなと思うところに加えて、そんなにその、さっきご紹介したニュースほどインパクトがあるものというのがあまりなかったので、ちょっと今日は短めの動画にさせていただきました。あとはですね、ちょっとここ最近動画の更新がちょっと滞ったりはしていたんですが、ちょっと自分の体調も整えないといけないななんていうのは感じたりはしていますが、できるだけ自分がやっていきたいなと思うことを挑戦しながら、このチャンネルもですね、本当に非常に僕にとっては大事な卵みたいなもんなんで、今後も育てていきたいなというふうに思っております。あとはですね、ちょっともう少し違った情報ソースの情報提供みたいのをしたいんですよね。それをする上でちょっと今どうしようかなとかっていうふうにいろいろ考えていて、お金もかかったりすることなので、どういうふうにするのがいいのかみたいなものを、今考え中でございます。できるだけ、面白いニュースソース、いいニュースソース、ハイクオリティなものを、届けていきたいなというふうに思っておりますので、それを実現するために、どうするのがいいのか、どういうふうにお伝えをするのがいいのかも含め、やっていきたいなと思っております。はい、あとはですね、ここ最近、株式マーケットが反発をして、反落をしていくそのスピード感みたいなものがどんどんちょっと早くなってる感じがするなっていうのをちょっと感じていまして、デッドキャットバウンスも過ぎるなみたいな感じがちょっとありますよね。なので、マーケットとしては今なかなかその希望が持てない感みたいなものがちょっとやっぱ出てきているのかなと、個人的には思っております。短期で取引している人も当然いるでしょうし、長期で取引している人もいるでしょうけれども、長期で取引しているから、どこのタイミングでも買ってもいいんだよっていうのは、それはそれで一つの考え方かなと思う一方で、やっぱり今本当に株を買うべきなのかっていうのは、ちょっと考えたいですよね。あとは株を買うにしても、ある程度そのショートを入れるとか、あとは、ダウンサイドを取りに行くような、例えば ETF をポートフォリオの中に入れてみるとかですね、そういった一つ工夫をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思っています。ただただ長期で持ってるから長期で指数買えばいいでしょうみたいなものは、それはそれで全然いいと思うんですけども、やっぱり資産運用をしていく上での幅みたいなものを持っていると、やっぱり今後長く資産運用していく上で違いが出せたりもするんじゃないかななんていうのは、ちょっと個人的な意見ではあるんですけれども、そんなことを考えていました。あとはひたすら何もしないで待っておくっていうのも、それも全然いいと思いますし、やっぱりそれぞれ自分のスタイルというものを、この特に昨年一昨年っていうのかな、一昨年がかなり良かっただけあって、買い一辺倒に慣れてしまったっていうところもあると思うんですね。そこから改めてダウンマーケットに入って、じゃあ自分が本当に長い今後何十年も資産運用をしていく中で、同じような多分状況が来ると思うんですよね、何回か。そこでじゃあ自分がどんな行動を取れるか、取りたいかっていう時に、買いしかしない、買いしかできないっていうふうになっていくと、また結局大きくまた資産を減らすような状況にもなるので、そのあたりの将来的なシミュレーションというところも含めて、売りも買いもできる、もしくは選択肢の中に少なくとも入れられる、人になっておくとまたいいのかななんていうことは思っておりました。はい、すいません、長くなりましたね結局。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。